さあそれでは今日のゲームハイライトでじっくりと振り返ることにいたしましょう。先発はプロ初先発でした谷本、1回の表ランナー2塁に置いたんですが中島そして中村と連続三振に仕留めます。このあたりは谷本投手頑張りましたもん ね。 そうですね。一方野上先発1回の裏ノーアウト1塁3塁そしてこの糸井セカンドゴロ間に1点取ったんですがホフパワーは空振りの三振。3回の裏ワンアウト2塁、この糸井のセカンドゴロですね。失礼しました。これで1点を先制しました。そしてこれが3回の裏ワンアウト2塁から中田ライトへの大きなフライ、2アウト2塁となって稲葉ショートフライに倒れました。4回の表です。2アウト満塁とライオンズ攻めました。7番の大崎はセンターへのフライ、谷本ここも踏ん張りました。しかし5回の表2アウト1塁2塁中島レフトにタイムリーヒット、ついに谷本1点奪われまして1対1同点です。しかし5回の裏田中健介が思い切り引っ張りました。ライトオーバーのこれが3塁打です。そしてその後糸井の時にワイルドピッチがありました。これで勝ち越し2対1、もう田中選手の足で取ったこの1点。そして6回の表ノーアウト1塁2塁ピッチャーは只野でした。大崎このバント失敗、さらにワンアウト1塁2塁代打上本ピッチャーは宮地に代わってショートゴロダブルプレー、このピンチをしのぎます。そしてピッチャーが増井に代わった8回の表ワンアウト満塁、7番の大崎レフトの前にボールが落ちました。これで2対2の同点。この後ランナーは2塁でアウトになりました。そしてその後も収めまして2対2同点で9回に入ります。そして9回の裏稲葉から始まりました。ピッチャーはウィリアムス、レフトの左に持っていきました。稲葉のツーベース、ノーアウトランナー2塁、要は敬遠、これで1塁2塁。そして飯山、飯山の送りバント、浅村が焦ります、エラー、これで満塁、ノーアウトフルベース、絶好のサヨナラのチャンス日本ハム。しかしピッチャーは涌井に変わっています。満塁で鶴岡、3割バッター、外のスライダー三振、これでワンアウト。そして切り札新岡粘ったんですが 2-3 からセカンドゴロ正面、ちょっとボールファンブルしてるんですがホームフォースアウト。そして最後田中健介、測ったように三遊間持ってきましたがサード正面、これで9回の裏サヨナラならず2対2引き分けと終わりました。ファイターズライオンズの12回戦でした。